こんにちは。夢いっぱい大好き浜松ご案内役の石川美希です。今日もこの花いっぱいのスタジオから情報満載でお送りします。一緒に番組を進めてくれるのはおなじみポコロンです。こんにちは。もてなしの街浜松推進運動のイメージキャラクターポコロンです。よろしくね。今月はみんなが大好きな給食の特集だよ。給食といえば学校生活の中で楽しい時間の一つだよね。今日はどんな献立かなとかワクワクしますよね。カレーとかシチューとか美味しかったな。まずはこちらをご覧ください。今日は浜松市の給食の特集ということで、ご覧ください。美味しそうな給食が配られてますよ。どんなメニューなんでしょうね。今回は浜松市の学校給食がどのように作られているのか取材しましたよ。お楽しみに。美味しそうな香りがスタジオまで漂ってきそうです。さあ、今日は浜松市教育委員会学校教育部保健給食課副参事の上田さんにお越しいただきました。学校給食についていろいろお話を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回の特集は私たちにとっても身近な給食ということなんですけれども、上田さん、やはり子どもたちの食習慣に給食っていうのはとても重要な役割を果たしますよね。はい、そうですね。学校給食は明治22年山形県鶴岡町の小学校で昼食に出したのが始まりとされています。はい、今のような完全給食が全国的に始まったのは昭和26年ですが、浜松市でもこの頃から徐々に給食を実施する学校が増えていきました。給食というとソフト麺や揚げパンなどを思い出す人も多いようですが、ソフト麺は昭和44年頃に学校給食に初登場。また昭和51年には主食がご飯となる米飯給食が導入され今日に至っています。はい、文部科学省では毎年1月24日から30日までの1週間を全国学校給食週間と定め、期間中全国で学校給食の意義や役割について理解を深めるための行事が行われます。全国学校給食週間ということは、この浜松も何かイベントが考えられているんですか？はい、そうですね。浜松でも心と体の健康をテーマに、小学校では浜名湖パスタ、セロリのサラダなど浜松の特産品を使った献立が登場します。はい、中学校では豆腐の野菜あんかけ、レンコンとセロリのきんぴらなど日本型食生活の良さを味わう献立が登場します。美味しそうですね。給食も昔と比べて随分変わってきたんですね。はい、最近では偏った食事や朝食を取らないなど子どもたちの食生活の乱れから様々な問題が指摘され、学校給食は栄養改善から食の大切さや文化などを学ぶ食育の場として重視されています。はい、子どもたちには1日3回の食事を通して自分の体調を知り、何をどう食べればいいかという自己管理能力を身につけさせることが大切です。はい、学校では給食の時間を活用し、子どもたちが食の大切さや楽しみを実感し、家庭生活にも生かされるよう指導しています。もうただただ食事をとるということだけでなく、子どもの健康ですとか、将来の、食習慣に与える影響ですか、はい、そういうことも考えられているんですね。やっぱり重要な役割ですよね。はい、よくわかりました。そうなってきますと、献立メニューをはじめ、食材を決めるっていうのも大切なポイントですね。はい。浜松市では小中学校に配置された栄養士をメンバーとした献立作成委員会などを定期的に開き献立を決めています。はい、献立作成委員会では各学校から出された意見を反映させ、より良い献立作りを目指しています。はい、献立が決まっていく様子がよくわかりました。はい、では実際にこの献立に使われる食材、この食材はどのようにして選ばれるんですか？
食材は地域により違いがありますが、はい、物資調達のための組織を作って決定されます、うん、物資調達に参加するメンバーは栄養士や給食員、学校長や PTA の代表などです。給食を考える側、作る側、食べる側の代表で構成されています。はい、物資調達にあたっては業者から提出された食品の見本を参考に内容成分や産地、価格などを見ながら検討します。決められた予算の中でより美味しく安全に、しかも調理がスムーズにできる食材や食品をじっくり吟味して選んでいます。はい、ではその様子をリポートしてまいりました。こちらをご覧ください。委員会が行われている部屋にやってまいりました。皆さん熱心にメモを取られてますよね。では早速お話を伺ってみたいと思います。今はどのようなことをされているんですか？今は、同じ食品は並んでると思うんですけれども、その中で値段が違ったりとか業者が違ったりするものを、まず安いものから味を一つずつ比べてみていきます。それとあと成分表とかもついているので、これを、細かく見たりして添加物とかの細かい点を見ています。給食の調理をされる方々にとってどんなメニューになっていくことを考えられますか？そうですね、子どもたちがまず食べやすいということも大きな点だと思うんですけれども、あと子どもたちはやっぱりまだ味覚が完成してないというか敏感なので、極力塩分の低いものだったりとか、そういう細かい点とかも見ています、ね。保護者を代表して PTA から参加している方もいらっしゃるんですよ。この委員会に参加してみて感じたことは何かありますか？実際調理室で作られているんではないかと思っていたものが、メーカーから来ているものもありましたし、そこで一手間加えて出していたものもありました。で最近は国産のものをたくさん使っているってことを聞いて安心をしました。今日は何か召し上がりましたか？ここのタラとかハト、ハム、ソーセージもいただきました。確かにこの揚げ物類、お魚の揚げ物がいくつか並んでいるわけですが、それぞれ大きさ、色違っていますもんね。味も油っぽさも全部違ってました。今食べてみて、はい、では早速私も味見をしてみたいと思います。キスの身が見えますね。ではいただきましょう。おいしいですね。こんなところで給食なんかもう食べちゃった気分になりますけど、身がしっかりしていて脂っぽさもあまりなく、すごく食べやすいです。こうして食べ比べることによって味の違い、それから食感の違いもすごく直接伝わってきますね。このように食材は選ばれていくわけですね。この中に地元で採れた食材も含まれているんですか？はい、今地元の食材を使う地産地消が進められています。はい、学校給食においても食育を進めていく上でとても大切なことと捉えています。地域の生産者が作った産物を使用し、食指導の生きた教材として活用することは、子どもたちが食材を通して地域の自然や文化、産業などに理解を深め、それらに携わる人々の努力や食への感謝の気持ちを育む上でとても大切なことです。これからも野菜をはじめ果物や水産物など今まで以上に地元産の食材を利用するよう取り組んでいきます。そうやって地元で採れるいいものを取り入れながら、お子さんの口に入るまで段階を踏んでいくわけですね。それでいよいよ調理ということになりますか？はい、実際の調理では、学校で調理をする自校方式のほかに、地区内の学校の給食をまとめて調理する学校給食センター方式があります。ここでは数校分の給食をまとめて調理し、給食の時間に間に合うように届けるため、大型の調理器具や配送車が整えられています。はい、
ではその2つの方式をリポートしました。ご覧ください。現在時刻は朝の7時30分を回ったところです。次々と搬入口に食材が運び込まれているところなんですが、不純物が入ってはいけないということで必ず箱から出した状態でグラム数を改めて測りながら今食材を入れているところです。またこの入り口の音も聞こえますでしょうか。強い風が上から吹きつけているんですが、これは不純物が中に入り込まないようにここで払うように強い風が上から吹きつけているところなんです。さまざまな衛生管理がされる中、今次々と食材が運び込まれています。さて私も着替えを済ませてこの中に入れてもらうことになりました。さあこちらは先ほど搬入した野菜をもう一度ここで洗って、それからこの後こちら次の部屋ではこの野菜がどんどん切られていくという、まあ、そういった工程になります。今ちょうど先ほど搬入されたこんにゃくが袋から出されて洗っているところなんですね。さあ皆さん限られた時間ということで非常に手際よく作業が進められています。こちら調理室にはたくさんのお釜が並んでますね。はい、6つの大きなお釜がありますが、今私たちの前にあるこの大きなお釜、中を見るとなんとびっくり、日高昆布でございます。非常に大きな昆布だし、昆布を使っただしが取られているわけですが、この昆布だしを使ってどんなメニューが出来上がるんでしょうか。今日のメニューはご飯と牛乳、稲田のネギ味噌焼き、牛肉とごぼうの入り煮と、あとこの昆布を使ったすまし汁です。こちらの給食センターでは何名分ぐらいの給食が作られているんでしょうか。1530食です。非常にたくさんの給食が作られるわけですが、工夫していること何かありますか。はい、自然の出汁を使って素材の旨味を出して、煮物は味が染みるようにとか、焼き物は固くならないように少し湿度を入れて焼いたり、あとは臭みを抜くように蓋を少ししてからやるような、そんな工夫をしています。こちらでは数校分の給食が作られているということなんですが、何か大変なことはありますか。幼稚園から中学まで作ってますので、材料の大きさとか、あと味付けが難しいです。それとあと配送時間がありますので、調理を短時間でしなきゃいけないということから、そこが難しいというか大変なんです。炊き上がったご飯がこの中でぐるぐるっと回するうちに、それぞれお米同士がふんわりとした状態になって下に出てきていますね。美味しそうな湯気、皆さんも見ていただけると思いますが、さあここでは炊き上がったご飯をそれぞれ学校ごとの容器に詰め替えられていきます。この配管は保温性になっているので、この後夕食の時間まで温かい状態が保たれていくということです。献立を考えるときに気をつけていることは何ですか。そうですね、衛生的に作らなくてはいけないということで、調理員の数も限られてますし、時間も限られておりますので、その中で安全に作れる料理というのを献立を立てるときに考えています。ですのであまり複雑な献立をたくさん組み合わせたりすると調理員の数が足りなくなるし、調理器具も足りなくなるので、そういったところは献立を立てるときにも精選して立てるようにしています。さあ次々と食器、そして先ほど作られたばかりの食材が積み込まれていきます。中からは第1便になる今日の給食のメニューが積み込まれています。今作られたばかりの本当にあったかくて美味しい食材がこの中に積み込まれました。楽しみに待っている子どもたちのもとに出発です。いってらっしゃい。さて今度は自校方式を取っている浜松市内の篠原小学校、ここは給食室の中の調理室にお邪魔しています。さてこちらの学校ですが、何人の調理師さんが何名の生徒さんの給食を作っているんですか。はい、5人の調理師で、約1000人の子どもの給食を作っております。非常にたくさんの生徒さんを持つ学校になってくるわけですが、気をつけていることは何かありますか。
やっぱり食中毒を起こさないように菌を、まあ、食品にはつけない、増やさない、そういう、まあ、基本的なことなんですけども、毎日の調理業務の中で気をつけています。あと子どもさんたちに向けてなんですが、工夫していることなどはありますか？まあ、細かいこと言うといっぱいあるんですけども、やっぱり小学校の場合1年生から6年生まででこう年齢層が広いもんですから、例えば1年生は歯がない子がいるとかありますよね。だからその食材の硬さとか、まあ、時間が経つと硬くなってしまうようなものとかなど気をつけて工夫するとか、そういうふうなことですね。まあ、もう毎日の業務でもそれぞれです。はい、やはり一つのメニューを作るにあたっても一つ一つ素材の味食感生かしながら作ってらっしゃるんですね。はい、まさに今忙しい時間になりますが、手を止めていただきましてありがとうございました。続いては栄養士さんにもお話を伺ってみたいと思います。今日の献立は何ですか？なんと牛乳とチキンカリー、ゆで野菜のサラダ、あとミックスナッツです。なんていうとインド料理。そうですね、そういう献立になります。ただのまあカレーとご飯ではなくて、非常に興味をそそられるようなそういった献立も登場するんですね。やはり子どもたちにも食文化を感じてもらえるっていうところで、給食でもねいいんじゃないかなと思って、そういうところも気をつけて献立は立てています。最近では食育についていろいろなことが取り立たされていますが、栄養士さんとしては食育について何か取り入れていることはありますか？そうですね、今朝食を食べてこない子どもたちのことについて話題になったりもしているんですけれども、小学校、篠原小学校としてもやはり朝食調査を実施しています。毎年でその結果を給食だよりなどを通じて家庭にこうフィードバックして、ぜひ学校、家庭でも学校だけじゃなくて家庭の方でも食事に気をつけてくださいねということで呼びかけをしているところです。あとは給食の中でっていうと、やはりランチルーム給食、ここでは私の方ではこのランチルーム給食の時は特に栄養指導には入らずに、クラスの中での人間関係、それからゲストに来てくださる先生方と交流を深めてもらうというところで、人間関係も食事をする、一緒に食事をとることによって深めてもらえるというところでランチルーム給食も実施しています。へー、給食ってこんな風に作られているんだ。そうね、数校分まとめて作ってそして届けるセンター方式と、その学校でその場で作る自校方式、違いはありますが、共通しているのは徹底して安全管理に取り組んでいるということですね。それがよくわかります。はい、学校給食ではまず何よりも安全の確保と衛生管理が重要です。はい、また最近では食物アレルギーを持つ子どもたちが年々増加傾向にあります。この対応につきましては、症状の違いや学校規模の違いなど難しい問題がありますが、アレルギー除去食などできる限りの対応を進めていきたいと思います。はい、子どもたちの健全な成長の一翼を担っているという認識を持ち続け、安全・安心を第一に、おいしい給食を提供していくように努めていきたいと思います。わかりました。では最後になりますが、今後の学校給食の課題としてどんなことが挙げられますか？はい、浜松市では現在、給食費の未納解消に取り組んでいます。はい、保護者の皆様から納付された給食費は、全額が食材費に充てられています。給食の未納がありますと学校給食の運営に支障をきたしてしまいます。健全な学校給食を実施するために給食費を納付するということを皆さんに理解していただくよう取り組んでいます。はい、今日はどうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。いただきます、いただきます。寝てなくなっても、寝てなくてもいいです。
今日のメニューはナンカレーです。野菜が小さく切ってあって甘くカレーいただきます。柔らかく野菜が煮えてて美味しいですね。程よい辛さなので、子どもたちこの辛さがちょうどいいみたいですよ。1年生から6年生まで食べられるようにと気遣ってのメニュー。あと野菜もすごく柔らかくなっていて、ごまのドレッシングで和えてありますが、塩味もちょうどいいですね。もうでもさ、お腹いっぱいになっちゃったらさ、動けるかな。動けるよ、だってね、俺ね、おいしいから、もう足りないぐらい、おいしいんだね。学校給食おいしい人、はい、あ、楽しみ、毎日楽しみな人、あー、そうだね、楽しみな人。給食の時間、みんなおいしく、楽しく食べてたね。そうね、毎日美味しい給食を作ってくれる営業士さんや調理員さんのお仕事を見ることができて面白かったし、感謝しないといけないね。うん、いつもどうもありがとう。